沉重的欢呼声，听着小记者都怕怕的啊。十九日波多野结衣与她的好闺蜜大龟想快闪来台，把现场挤得都要暴动啦。不仅低胸小洋装让人眼睛大吃冰淇淋，他们更用双手一一与大家击掌。看到粉丝们这么热情，他们也透露对台湾男生特别有感觉。積極的な方が多くて、素直に好きとか愛情表現をしてくれる方が多くてドキドキします。はい、私も情熱的な方が多いからとても好きなんですけど、一番にとても優しくて女性をレディーファーストですごく気を使ってくださるので、皆さん本当に優しくて大好きです。看到他们对粉丝满满的爱，以后也要常常来台湾啦。非凡娱乐台湾报道。